ショーン・ジョン・ロドリゲスは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身のプロ野球選手、右藤右打ち。現在はフリーエージェント。愛称はチッチ。マイアミコーラルパーク高等学校では、希望していた遊撃手のポジションに有力選手が多く、中堅手に回されることになったため、遊撃でのプレーを求めて、ジー・ホームズ・ブラドック高等学校に転校。 2003年の MLB ドラフト3巡目でアナハイムエンゼルスから指名されプロ入り。2008年4月19日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。2009年はシーズンの大半をトリプル A 級ソルトレイクビーズでプレー。2009年9月1日、スコット・カズミアーとのトレードでの交換要員の一人としてタンパベーレーズに移籍した。 このシーズンはメジャーでの出場こそ12試合に止まったが、トリプル A 級に球団合計で打率。294、30本塁が98打点、オプス1.005を記録した。2010年は二塁手として78試合に、先発出場したほか、保守、投手以外のすべてのポジションを守り、ユーティリティープレイヤーとしてメジャーに定着した。2014年1月17日に、 レイズと147万5000ドル出来高の1年契約に合意した。2014年12月1日に後日発表選手とのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。2015年は自己最多となる139試合に出場。打撃では前年から本塁打が激減し、打率246、4本塁打、17打点に盗塁という成績を記録した。 守備では、内外屋の多くのポジションを守ったが、試合数には、偏りがあり、最多は一流一種の102試合だった。ここでは一失策、守備率99、997、DRS プラス2という堅実な守備を見せた。他には、守と中堅を除く、各ポジションを守った。11月2日に、FA となったが、12月17日に、パイレーツと1年契約を結んだ。 2016年も自己最多となる140試合に出場した。自己最高の打率、270、18本塁打、56打点の成績を残した。オフの11月3日に FA となった。2016年11月30日にアトランタブレイブスとボーナスを含む2年1150万ドルで契約を結んだ。 スプリングトレーニング前の2017年1月28日にマイアミで愛車の SUV を運転していたところ盗難された警察車両に追突された。自身は右肩を痛め同乗していた妻と子供二人も重傷を負った。2月には右肩手術を受けるため今季絶望となると報じられた。7月17日にメジャーに復帰した。2017年8月5日に コナー・ジョーのトレードでパイレーツへ移籍した。復帰初戦となった翌6日のサンディエゴ・パドレス戦では延長12回裏にサヨナラ本塁打を放った。2018年8月29日にリーフとなり9月1日に自由契約となった。2019年2月8日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 開幕は、参加のトリプル A 級、リーハイバレーアイアンピックスで迎え、4月24日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。オフに FA となった。2020年2月6日に、マイアミマーリンズとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、15日に正式公示された。7月24日に、 メジャー契約を結んで40人枠入りした。9月20日にリーフとなり、22日にマイナー契約となった。10月6日にメジャー契約を結び、ポストシーズンのロースターに名を連ねた。オフの10月28日に FA となった。ユーティリティープレイヤーとしてバッテリーを除く7ポジションで先発出場経験がある。 2019年には投手として初出場し、2試合の登板で無失点だった。通算本類打は80本余りであるが、そのうちさよなら本類打は4本も記録している。ありがとうございます。